次も任せたぞ。へい。うちの会社にはフリースペースという部屋があるんです。約20畳ぐらいと結構広くて、社員なら自由に使えるんですけど、日によっては夜まで誰も使わないことも多いんですね。しかもフロアの端にあり、かなり静かな部屋なので、自分はちょっと疲れた時に休憩というか、椅子を並べて10分ぐらい横になったり、まあ昼寝をすることもあったんです。その日も朝5時起きだったこともあって、夕方ぐらいにうとうと来ちゃいまして、これはいかんとデスクを抜け出し、一人で休憩していました。日が暮れてきて、部屋の電気も消しており、薄暗く静かな空間は疲れた脳をスーッとリフレッシュしてくれる気がしました。スー、あれ、今何かの気配がした。なんというか、やだなやだなやだな、嫌な予感ってやつがして、ふと時計を見てみたらびっくり、知らないうちに1時間も経ってるじゃないですか。少しのおかんと驚きですっかり目が覚めて、慌ててデスクに戻ると、同僚たちはみなそれぞれの仕事に没頭しており、部署の上司は会議に出席しているようでした。見慣れた日常の風景にほっと胸をなで下ろしつつ着席すると、急に耳元で声が、あれ、 A さんに会わなかった？隣の席の同僚でした。え、 A さんは会議じゃなんかお前を探してフリースペースとか見に行ったみたいだけど、つうかお前どこいたんだよ。瞬間背中をヒヤッと汗が流れていきました。 A さんはうちの部長、つまり自分が仕事で関わる中で最も偉い立場の上司です。もしあの時の気配が A さんだったのだとしたら、もし今までの昼寝も A さんに知られていたのだとしたら、次回の給料査定が怖いな、怖いな、怖くて仕方ありません。なーにー、やっちまったなー。